はい、先ほどですね、スタートアップにとって大事なことが、ソリューションではなくて、課題層を高める、課題にフォーカスするということをご紹介させていただきました。で、まさにですね、先ほどの例えで言うと、ドリルの必要はなくて、いかにしてユーザー自身も気づいてないようなドリルの穴を見つけるのか、これがキーポイントになるんですね。じゃあ、具体的にどうやっていくかと、この例も紹介しましたけれども、患者さんが例えば病院に行って頭が痛いですと言ったときに、ここで頭痛薬を出してしまうようでは、これは休暇として残念ながら失格なんですよね。まさに患者さんがなぜそもそも頭が痛いのか、その原因であったりとか、もっと言うとその真因ですよね。真となる原因は何なのか、それを見つけていく。これが第一歩目として非常に大事になります。で、そこで具体的にどうやるか、ちょっと事例を交えて説明したいんですけれども、こちらの図をご覧ください。少し、小さくて見にくいかもしれないんですけども、これ何かっていうと、僕がですね、去年、2019年に指導したあるスタートアップの一番最初にやったセッションの内容になってます。このスタートアップはですね、AI とか RPA を用いて、デザインプロセスをいかに効率よくするか、そういった、解決策をかけるスタートアップだったんですけれども、ただ大事なことが、こちら、左側にですね、人物像があるんですけれども、ペルソナというのがあるんですけれども、いわゆるデザイナー、さらに言うと、デザイナー、そこに対して指示をするディレクターですね。という方々が、普段どんな負があるか、負というのは、いわゆる非効率性であったりとか、不便であったりとか、高いとか、そういうところですよね。でも彼らは当たり前のように普段業務しているので、いちいち自分の仕事のここが非効率であるとか、ここが時間がかかってるとか、そういうのをいちいち考える仕事ではないですよね。大事なことが、まさにドリルの穴を見つけるというのは、ユーザー自身の普段のプロセスの中、もしくはこれはジョブの連続性という表現もあるんですけど、一つ一つのジョブがありますよね。例えばデザイナー、ディレクターですと、例えば発注すると。発注をして、そこから要件定義をしてですね。どんなものを作りたいか深掘っていくと。そうしていく中で、実はズレが生じたりだったりとか、で、手戻りがあったりして、いわゆる QCD がなかなか良くならないと。QCD というのは、クオリティ、コスト、デリバリーですね。値段が高い割には、そのクオリティも高くならずに、デリバリー、つまりリードタイムがなくなってしまうと事情なんですよね。大事なことが、ユーザー自身のプロセスをですね、こういうふうに一個一個洗い出すこと、これがまさに課題を見つけるポイントなんですよね。で、さらに言うと、こちら、ちょっと文字が小さくて恐縮なんですけれども、定量的な課題、定性的な課題、これをまさに見つけていくと。例えば定量的な課題で言うと、デリバリーに対する時間がかかると。当然時間がかかるということは、そこに対する工数が発生するわけですよね。時給ベースに換算すると、10時間プラスかかってしまうと、例えばデザイナーの時給が3000円だとしたら、3万円かかってしまうと。で、定性的なところで言うとですね、例えば、こういうふうに、行ったり来たりすると、ストレスがかかってしまうであったりとか、ディレクター、デザイナーの、いわゆるその職業とか、その仕事に対する満足度が落ちてしまう。そういった定性的な負があるかもしれません。まさにこれを見つけていくということなんですよね。では具体的に、じゃあどういうふうにしてこれを聞き出すのか。そこなんですけれども、インタビューの講座はですね、また別の動画で説明したいなと思うんですけど、僕がお勧めしているのは、ビザスクって皆さんご存知ですかね。ビザスクっていうこれ、スポットコンサルティングって言われる、いわゆる専門家であったりとか、プロとか現役の、その仕事に従事している方に、インタビューできるサービスがあるんですね。で、この、スタートアップで、この図を作る際にもですね、一番最初にやったことが、デザイナーと、ビザスクでこれ検索、これ起動してみたんですけど、773出てきたと。その中で自分たちがターゲットになりそうなユーザーですよね。そこに対してヒアリングを進めていくと。で、これ773名のプロフィールがありますので、この人なら困ってそうだな、みたいなところに対して、メッセージを送るボタンがあったりしますので、直接メッセージを送ってみると。そしたらですね、結構心よく応じてくれる人も多いかと思います。なぜかっていうと、お金が発生しているんですよ。これ見ていただくとわかるんですけど、1時間あたりの謝礼がですね、割と高額1万5000円となると。
これさらにいいのが、これ僕結構裏技で使うんですけど、実際ビザスクインタビューするじゃないですか。そしたら多くの方がですね、まあ副業大好きな方が多いんですよ。副業大好きなんで、わかりましたと。じゃあもし最初のインタビューが終わってですね、まあ2回目以降というのは、まあ例えばそのモックアップができたりだったりとか、プロトタイプができたときに、それに対してインタビューまたさせてくれませんかであったりとか、もしその人がすごい前のめりだったら、うちのちょっとアドバイザーになってくれませんか、こういうふうにお願いするんですよね。これなんでかっていうと、やっぱりこう課題を見つけていくには、やっぱりその業種、業態の専門性っていうのが非常に重要になります。これドメインエクスパティーズっていうんですけども、もし自分たちがターゲットしようとしている業界に対して自分たちの専門性が足りないとしたら、やはりこれ外から調達していくと。まあそれが非常に大事になるんですよね。まあこれって1回のインタビューで1時間、まあ1時間ですね。1時間1万円かかってくれるかもしれないんですけども、人のソーシングであったりとか、ともすれば、まあ将来的に業務委託をまあする相手の非常にいいリストができるんですね。そう考えると僕は非常にお得なサービスかなと思ってますんで、ぜひ皆さんもですね、こちら活用してみてください。